五十嵐松明天命元年8月10日は、江戸時代中期の新潟の絵師、漢詩人。本生は、藤原、小修生は五。忌名は康信、後に松明。字は片厚し、後に片徳。五は氏名、古法、僕沖な、築剣。江戸で、加野義信英心に仮の派、京都で、竹内式部に計画を学び、宇野名家、片山北海。 池大河がと、うと進仰した。笑い山前越蔵元六十三年、越後国新に潟に、佐野義直の子として生まれた。幼くして、両親を失い、井原志五郎兵に養育され、佐野家の存続を助けられた。後にその恩義に報いるため、自ら、井原嵐生を名乗った。四歳の時から絵を好み、家業の農業に従事しながら、そうかありに手ほどきを受けた。 教法15年頃江戸に出て、根岸三行松井家,家の吉信衛心に指示したが、満足できず帰郷した。また、江戸では、室休僧に学問を学び、後に自ら多くの生徒を教えたという。ついで京都に出て、同郷、竹内式部に計画を学び、宇野名家等と、進行し、同郷編三北会を名家に入門させた。両の人、人リコーリン横軸。 長平山の人物が、仮のが学助の、周恵図、唐を手本に仮野派、土佐派、南宗が、北宗が、山和へ当初派の技法を吸収した。在京中北京に除され、遠京元年方言に進み、同年帰京した。帰京の際、四季部から、総井原氏松明君、ん、寒越後、明家から、総北京荒君し帰還越後、池大河から、以上流食図、 この駅からくれきぬ、特大寺家から、門林図を送られた。帰郷後、自宅に老格を建て、家業千年を決意してこもったものの、数十日後累か霊し、再建されるまで蔵で生活した。村民の窮状を聞くと初めて、門を出て、役人に蔵前を解放させたという。法暦7年4月、品野川、阿賀野川の決壊等により、飢饉が発生すると、 家財を売却して被災者に移植を供与した。法暦9年、芝山茂と世に暮れ世を賜ったが、明和6年、井原市政に服した。法暦12年7月京都で知り合った高砂豪省、三浦魯塞の訪問を受け、激漁進む坂月一大冊子を贈呈した。帰京後もしばしば上方に上り、明和2年大阪で、名家門下大天剣常に死を送られ、安永二年には、 京都で北海道人、服部英リエの、知事道、船長に、樹郎人図を寄せている。安永6年上京して、小桃園の天皇に、昇格、樹郎人等の絵三郎を献上し、歌書山品中納言を通じて、油の講じ高島へ、冷勢ため安、中野院通子、藤谷ため、厚氏神戸寺篤市長による五色の和歌を賜り、長岡藩からも、 白銀五枚を賜った。七十代以降、三番続けて、夢に、富士山を見たことにちなみ、古法と合した。天明元年三月白山神社、両親の墓にもう出て、式を告げ、親戚に別れの挨拶を述べた。七月食欲が減退するも、薬を飲まず、八月十日死去し、十五日前同時に、葬られた。法名は、古法院とし義大古事。 山水図鑑、北越甲子殿、五十嵐松明母のために血を持て不問品を移したる、こと高校心が熱く、京都から帰京した時、母が病気にかかったため、毎晩左指の血で、完全音菩薩不問品一部を写経し、七部目で回復したという。父母の死後は、毎朝その生前座っていた場所を拝み、決して踏むことがなかった。三人の子供にも、絵を学ばせ、 絵は、小道ではあるが、世間の狂気に役立つものである。筆を取ったら、必ず建鉄の偉業を描き、決して軽々しい題材を扱って人をけなしめては、ならない。と今しめた。日頃菅原道真を信仰し、ある夜夢に、道真に十字の禁令書を与えられ、画業の制御を悟ったという。酒を好まず、ある人に、酒は売れを払う放棄だ。と勧められると、 私は幸い、太平の世に生まれ、六教の教えに欲し、監視、書道、海外に教授、楽しみはあまりある。憂いを感じたことはないので、放棄を用いる必要はない。と答えたという。死ぬ二日前、医師三浦あずまが訪れ、先生はなおうちこちに広め、年は八十を超え、墓を託す子孫もいる。こんな人生なら心残りはないのではないか。と尋ねられ、 その通りだ。私は国宝に触れず、高校を、まっとうし、楽しむことを楽しみ、貧しさを忘れることができた。すべて両親のおかげである。と答えたという、監視はご今年を得意とした。誘引、岩天地小悪の中は、ワイナンコ精神君による、ありがとうございます。